ビアコです。よろしくお願いします。はい、今日はね、関東にあるぼったくりの店に行ってみたいと思います。なんかね、評価もすごい低いのでね、どんな感じか行ってみたいと思います。はい、最後まで見てください。はい、ビーは、こー。はい、まずこちらをご覧ください。こちらの店の評価が 2.2。うわ、1多いな。すごいね。じゃあ、口コミ見てみましょう。すべてにおいて最低レベル。星0をつけたいぐらいですね。オーダーしても来るのが遅いと。ああ、なるほどね。まず汚い店内。店員はつまみ食いにタバコ。会計ごまかす。何度も違うと指摘しないと正しい金額になりません。正直こんな店初めてですと。ああ、なるほどね。ここまでひどかった店ってなかなかありません。びっくりしました。客を舐めるな。ああ、すごいね。逆にいい評価を見てみましょうか。あ、星5ね。あ、こちらも星5。こちらも星5。コメントがない。怪しいな、この星5。はい、どんなんかね、はい、行ってみたいと思います。レッツ。はい、ということで、都会に来ました。なんで、こちらが評価の悪い居酒屋のあるビルです。あれ、なんか店舗名が違うけどな。あれ？店なくなったんかな？チャーク、もうなんか早速怪しそうな感じするけど、看板の名前はね違ったんやけど、スタッフの T シャツ見たらね、問題の店の名前が書いてあったんで、多分合ってるはずやね。着席。結構な力入れてもね、全くドアは閉まりませんでした。隣の席はね、カーテンで仕切るタイプですね。個室と言っていいんかな、これ。はい、ということで、こちらがメニューです。まあ、普通。え何これ。なんやって。当店では、お通し代が490円。あんで、サービス料が会計から 10%。サービス料って何や。ほんで、深夜料金がさらに 10%。おお、めちゃめちゃ高いな。これソフトドリンクも430円すんのか。リーズナブルなお値段で。ご提供、全然リーズナブルじゃないぞこれ。ソーダで、はい。いや、ツードリンク、ツーフードは聞いてなかったぞ。しかもフードがね、めっちゃ高いわ。これイカの塩辛が659円するぞ。いや、マジで何頼もう、全部高いな。しかもこっからサービス料 10% もかかるからな。もうね、全部中途半端に高いから、このお作りの単品を頼もうと思います。どんな感じかな。このマグロ、はい、ちょっとまた頼むんで、はい、お願いします。はい、はい、はい、まずこちらが490円のお通しです。ワン、ツー、スリー。はい、こちらが490円らしいです。高い。なんやこれは、ほんまに。絶対業務スーパーで買ったやつそのまま出してるやろ。はい、こちらがリーズナブルなソフトドリンクです。なあ、味薄いわ。ちゃんと混ぜて持ってきてくれ。この時点でもう920円やからな。さらにサービス料もかかるから、これめちゃめちゃ高くなるんちゃうかな。マジも美味しくないわ。はい、では続いてこちらがマグロです。ワン、ツー、スリー。はい、ではこちらがマグロ1099円です。4切れしか乗ってない。これ1000円以上すんの？えぐすぎひん、これ。しかもこのマグロなんか知らんけど透けとんで、これ絶対新鮮な感じではないけどな。これこの一切れでだいたい300円ぐらいか。高い。はい、食べてみたいと思います。まあ食べられなくはないけどね、そんなめちゃめちゃ美味しいっていうわけでもないわ。いやー、これ高すぎひん、マジで。あー、店内も暗いし、なんか気持ちもどん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 下がってきたわ。やばいな、あとワンフード頼まなあかんねんもんな。どうしようかな。
おお、なんか怪しそうなるな。こだわりの素材を堪能、玉ねぎの丸ごと焼き、これで769円か。よし、もうこれ頼むか。チュンポン。ドリンクも2杯頼まないといけないのでね、2杯目はジンジャーエールを頼みました。炭酸抜けてないかな。うわ、クソまずいやん。はい、ではこちらがね、玉ねぎの丸ごと焼きです。ワンチュースリー。はい、こちらが玉ねぎの丸ごと焼きです。嘘やろ、これが769円もすんの。これはだ、これマジでどうやって作ったやん。もうほんまに焼いただけなんかな。これまあ確かに堪能できるかもしれんけど、うわ、これ食べてみたいと思います。生や、これ完全に生やぞ。これちゃんと焼けてないこれ。わあ、これはマジで、これ正解の味がわからん。どうやったらこれ正解なんやろ。これ注文するやつおらんのちゃうかな。でも厨房のやつもびっくりしたんちゃうかな。玉ねぎの丸ごと焼き頼んでるやつおるぞみたいな感じでざわざわしてた可能性もありますね。これまだ上の方はね、まだ柔らかかってんけどね、食べ進めていくとどん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 硬くなる。これ調味料が塩だけやからね、塩ではどうにもならん。俺の隣にカップルみたいな人らがね、座らはってんけどね、初めの方はすごい仲良く喋っててんけどね、料理が来るたびにね、どん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 無言になっていってるわ。ちょっとおさらいします。まずお通しが490円でしょ。ほんでドリンクがこれ430円が2つ、でこのマグロが1099円で、この玉ねぎの丸ごと焼きが769円。これやばいで、さらにこれでサービス料がかかんねんの。ちょっとマジでなんぼなんねんの。ちょっと申し訳ないんやけど、玉ねぎはね、もうこれ以上食べられないので、もう残します。ごちそうさま。